おはようございます。おはようございます。最高の一日にします。頑張るぞ。はい。次。アップバイク。はい。今からSIMカード買いに行くんですけど、朝7時からやってるらしくて、働いてるかな。SIM カード SIM カード、意外と20分ちょいで開通しました。はい、今ね、ビナホンってところで SIM カードをもらい買いました。で、値段が、12万3000、日本円でだいたい600円くらい。本日も大渋滞。イオンがありました。マイバスケットみたいなやつなのかな、後で行ってみましょう。ローカルの大手カフェチェーン、ここのザ・コーヒーハウスはかなり広くて値段もお手頃。こちらでは Uber Eats の代わりにグラブが配達をしてます。いや、濃い苦いな。これは何かっていうと、バンミーガイ。多分鶏肉が挟んである。ここはさっきのイオン、リンゴが1キロ8万5千丼、もやしが200グラムで1万丼。日本の方がちょっと安いですね。これだけあって。イオンの向かい側に美味しそうなパン屋さんだ。行ってみよう。部屋のお掃除してもらったら結構綺麗にしてくれてました。コンタクトレンズのケースが捨てられてた。こりゃピンチだ。うわ、はい、買ったのがこのパンとこのパン、多分これは惣菜パンみたいなやつかな。ハムが乗ってます。これもこれはね、ウィンナーが中にちょっとだけ入ってる。でもパンはね、パサパサ、パンはパサパサだけど中にウィンナーがちゃんと入ってる。こいつは何なんだろうね。何の味もしない。まあ日本のパン屋さんより美味しくないけど、この値段なら全然 OK って感じですね。バイク乗ってると気持ちいい。コンタクトケースを買いに来ました。はい。ああ、大丈夫です。大丈夫です。はい。すぐ近くにベンタイン市場があったので向かいました。ここはですね、ジョーブログが1万円使い切るっていうゲームをしてたとこですね。結構観光客に人気の偽物市場です。僕、釜玉うどんに目がないんですよね。行きたいなぁ。まだ作業が残っているので、とりあえずスターバックス。フードメニューが豊富です。ここはちょっとね、外国人が多いところでした。はい、ここはバインミー37グエンチャイっていう超有名バインミーのお店。現地の人に教えてもらいました。すごい並ぶ。30分かかりました。パンもやっててカリカリでうまい。さらにパクチーもね、苦味あるんだけど全然嫌じゃない。すごい街だ。客用だな。歩いてたらテレビの撮影に出くわしました。多分テレビの撮影、黒い服のお兄さんが言ってたんで、またここに来てしまった。本当に人が多い。戻ろう。めちゃくちゃ良かった。値段だけあるわ。賑わっているからここに行ってみよう。一応英語もある。隣の2人は現地の学生だそうです。昨日からパンしか食べてなかったから久しぶりにお米食べた。すごい美味しかった。あったかいものを食べたの久しぶりだったんで、それも良かった。源ちゃん通りの前の公園、筋トレ器具がたくさん置いてありました。ただ正しく使ってる人はほとんどいない。トリプルスリーっていうビール、昨日のビールよりも美味しい。サイゴンビールより美味しい。ちょっと薄めかな。アドワイザーみたいな感じですね。はい、では今日は寝ます。おやすみなさい。